皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。本日はですね、データ復旧ソフト、イーザスデータリカバリーウィザードというデータ復旧ソフトをご紹介したいと思います。以前にもこの、チャンネルでデータ復旧ソフトをご紹介したことあるんですが、私ですね、複数のデータ復旧ソフトを実は使っていて、以前からイーザスさんの、データ復旧ソフトも使っていたんですけども、データ復旧ソフトとしては多分イーザスさんが調べると真っ先にナンバーワン出てくるんで、一番有名な会社なんじゃないかなと思います。でやっぱりデータがね、突然なくなることってあるんで、本当私しょっちゅうあるんですけど、データ復旧ソフトってね、自分は結構おすすめしてるんですよ。あった方がいいですよっていうことで、今日はですね、そんなイーザスデータリカバリーウィザードの使い方についてご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。イーザスデータリカバリーウィザードのこの、ホームページを今開いているんですけども、データ復旧率が 99.7% って本当かよって感じですね。すごくないですか？データの復旧率がこれだけ高いので、検索してもね、トップに引っかかるような、まあ、業界で一番有名な会社なんじゃないですかねっていうことなんですけど、一応ね、この体験版っていうのがあります。 Mac 版 Windows 版があって、そこからこう有料にアップグレードすることができます。で、ちょっとどういうものなのかなというふうに試したいという方は、無料体験版から、試してみるといいと思います。でですね、他の他社のソフトはこの無料体験版でデータ復元できるその容量っていうのが非常に少ないんですけど、このイーザスさんの場合は、2ギガまで、データ復旧が可能です。で、ここで注意なんですけど、1回の復元で2ギガを超えなければ、何回でもその無制限に復元できますよという話があるんですけど、それ間違いみたいで、例えば2回復元したとしても、その2回の復元で2ギガを超えてしまうと、もうそこで無料版としての体験は終わりってことですね。何回でも復元できるわけじゃなくて、トータルで2ギガっていう制限があるっていうことですね。そこをご注意ください。復旧できるデータはまあかなりですね、幅があります。インスタ360の360度のままの動画のデータとかも復旧できたんですよ。だからすごく幅広く対応してるですね。で、最近私NAS も導入したんですけど、NAS の復元にも、対応してくれています。で、値段がですね、フリーは無料で、プロ、なんかプロ今安くね、あれ前もうちょっと高かった気がするんですけど、気のせいですかね。8900円と非常にお買い得になってます。で、このテックっていうやつが、まあ複数の PC で利用可能、認証可能っていうのがあります。このプロ版はね、 1PC のライセンスです。で、これ例えばアップグレードってクリックしてみると、あ、こうですね。あ、こういうオチだった。危ない。1ヶ月のライセンスだと8900円で、1年間のライセンスだと1万1900円、まあここに税込み金額書いてあった、はい、なんですよね。だから使うんだったら、この1ヶ月間試すんじゃなくて、まあ1年間でスパッとやっちゃった方がいいのかなと思いますし、私はもう永久ライセンスで実は買ってるんですよ。買い切りの方が好きなので、ちょっと割高でももう永久ライセンスでスパッと買っちゃったっていう感じなんですよね。注意しなきゃいけないところ1個なんですけど、カメラの方でフォーマットしたデータですね、に関しては2種類あるんですよね。最近私ニコンの Z9 とか Z8 とか、使ってるんですけど、物理フォーマットとクイックフォーマットって2種類あるんですよ。で、基本的にはクイックフォーマットをしたものにその残存データっていうのが残っているので、それを復元することができるのがこのソフトなんですね。で、物理フォーマットやると完全にその残存データなくなるんですよ。まあ、その代わりメモリーカードのパフォーマンスとか上がるっていう話なんですけど、その残存データの残っているメディアに対して、復元が行えるということです。とりあえずそのフォーマット形式によって救い出せるデータ、救い出せないデータっていうのがあるので、そこは注意ですよと。今回はですね、こちらにございますこの512GB の SD カードを復旧していこうと思います。通常通り、データを読み込む感じでパソコンに挿しましょう。はい、SD カードを差し込みました。で、イーザスデータリカバリーウィザードを立ち上げます。はい。はい、非常に素早く立ち上がりますね。今、差し込んでる SD カードのドライブ名が G、USB ドライブ G っていうふうになってますので、
まあ、ドライブ名ね、これで間違いないなっていうのを確認してください。でこれを選択してる状態で、もうね使い方は簡単なんですよ。このドライブを選択している状態で、この紛失データの検索っていうのをクリックします。見つかったデータを復元することを強くお勧めします。了解しました。これクイックスキャン完了って書いてますが、これで作業が終わったわけではないです。そうすると下の方に高度なスキャン中見つかったファイル250って出ますよね。で今回512GB のね SD カード入れたんで結構時間かかると思うんですよ。1時間とか2時間とかかかるのかな。うん、この下にね読み込み中のセクターって書いてますけど、だいぶデータがあるので、残存データがだいぶあるみたいなので、このまま放置してですね時間が経つのを待ちたいと思います。スキャンが終わりましたね。512GB のメモリーカードを入れてたので、結構時間かかりましたね。3時間か4時間ぐらいかかったんじゃないかな。うん、結構かかったと思いますね。ちょっとじゃあどんなのが復元されたのか中身を見てみましょう。ピクチャーがこれ 2.3K だから2万3000枚ですよね。これ多分まあタイムラプスのデータだったんですね。でビデオが276っていっぱい出てますけど、でこういう風にですね、拡張仕事こうビンっていうのは多分ファーム用のアップデートで使ったデータが、残存データが多分残ってるんだと思うんですけど、この MOV っていうのが実際にデータ復旧されたやつになりますね。で今サムネイルはこう出てる状態なんですけど、あ、出てきた。でこれデータ復旧できるやつ、なんていうかこの動画のファイルもいろいろあるみたいで、残存データ的には元々のファイルだったりとか、なんかサムネイル画像、なんかプレビュー用のやつだったりとかいろいろあるみたいなんですけど、データ復旧できるやつはこういうふうにですね、サムネイルで表示されるイメージがあります。試しに、これこうやって開いてみると、まあ、こんな感じで見れるんですよ。うん。これもデータが復旧されますね、動画がね。はい。これなんかカクカクしたのが、まあ今プレビューだからと思うんですけど、こんな感じでですね、動画ファイルも復旧できるやつ、できないやつあると思うんですが、まあ、そのカメラのフォーマットの仕組みにもよるんでしょうね。まあ、こういうふうに、データ復旧することができます。でこうやって表示されないやつはちょっと難しいみたいなんですよね。ただこれが本当に元々の動画ファイルなのかどうかちょっとわからないんですけど、こういうふうに復旧してですね、欲しかったファイルがあるのかどうかっていうのをこうやって確認していくような作業になるのかなと思います。で写真の方も見てみましょう。 JPEG が162枚。あ、これまさしくサムネイル画像かな。動画のサムネイル画像がほとんどですね、ここにあるのはね。あ、実際撮影したものもありますね。こういう風に、オリオン座の写真、修復前と修復済みとこう2つ出てきますね。でローデータはね、だいたいこうやって復旧してくれます。これはありがたいです。やっぱロゴが残ってればなんとかなるから、ローデータの写真はね、だいたいあります。この RAF ってこれ富士フィルムですね。富士フィルムですごい残存データ残ってますね。富士フィルムで撮影したやつなんですけど、いやでも富士フィルムの画像データ復旧以前やった時できたんですけどね、ちょっと今はなんかサムネイルが表示されませんよ。じゃあちょっといくつか、データを復旧してみましょう。まあ、JPEG はいいとして、 TIFF 試しにこのファイル名なしっていうやつと、ソニーのデータですね、ソニーのデータ、まあ、試しに1枚、それから富士フィルムのデータ、この型番が、型番というかそのファイル名が変わって、あ、表示された。あー、やっぱできるじゃん。なんだろう、できるじゃん。ちょっと読み込みが遅いだけですね、これね。試しにこのファイル名が違うやつあるじゃないですか。この XS20243 ってやつと、元々のその、DCSF、元々の、富士フィルムのファイル名のやつ2枚やってみますね。それから動画の方も、表示されないやつ1個選んで、表示されるやつを一つ選んでみましょうか。これは大丈夫かな。まあ、この2つやってみますね。で、見方がですね、いろいろあります。ここにフォルダっていうところからこうやってアクセスすることもできますし、で、この右上のこのなんか線、横線をクリックすると、こういう風にサムネイル画像に早変わりします。で、フィルターをかけて、種類とか更新日時とかサイズとか、アドバンスドフィルターなんかいろいろ、さらに細かい設定なんですかね。こういうのでフィルターをかけて検索するっていうのもできますし、この失われたファイルのみっていうのがちょっとよくわかんないんですけど、
なんかいろいろこうなんていうんですかね、ソフト上でいろいろやってくれたやつがこういうふうに検索できます。すいません、なんかよくわかんなくて。で、種類でいくと、こういうふうにですね、フォルダ関係なくこのファイル名っていうんですかね、でこういうふうに、表示されます。じゃあ選択したら、これで右下の復元っていうやつをクリックします。復元しようとしているファイルは 8GB ありますから無料版ではできませんね。で、復元を押します。そうするとどこに、復元しますかと出てきます。ですので、今デスクトップにとりあえず入れたいなと思いますので、復元っていうのが私ちょっとテストでいろいろやってたんですけど、さっき復元したやつですね。復元っていうファイル名で出てくるんですけど、ここにちょっと1個もう1個ファイル作ります。で、このテストの中に復元したいと思います。そうすると、復元が始まります。これ少々待ちます。復元が完了しました。じゃあ復元ファイルを見ましょうか。デスクトップのテストの復元っていうところに入ってますね。で、ファイルパスの紛失、重要でないファイル、重要でないファイルにローデータが入ってるんですけど、これはどういうことでしょうか。今ちょっとフォトショップで開きますね。あ、無事開けました。全く問題ございません。EXIF データも残ってるし、ねえ。あ、よかったよかったって話になるんですけど、まあこれはいいとして、どうして重要じゃないファイルなんだろう。で、この MOV に関しては、これは、開くことができません。ダヴィンチリゾルブとか、動画編集ソフトだと開けるのかちょっと試してみましょうか。今動画編集ソフトのダヴィンチリゾルブを開いておりますが、デスクトップのテストだよね。テスト復元。ファイルパスの紛失。ちゃんと動画編集ソフトだとこういう、できました。これは動画を作る時のマルチカム、こう、斜め上から撮ってたファイルですね。音声もちゃんと残ってます。素晴らしい。素晴らしい。ちょっとこのままいきますね。で、他にもありましたよね。再構築されたファイル。まあ、よくわからないですけど、作ってくれたんですね。ピクチャ。これ、ローデータ、ソニー。あ、こうやってサムネイル出るので、間違いなく復旧してますね。ここにも。はい。EXIF が出てきてます。LAF。あ、さっきやったのはまた別か。あ、このなんかファイル名変わってる方でもちゃんと復旧できるんですね。さっきの画面ではこのサムネイルはちょっと重かったのが表示されなくて、で、こうファイル名が変わっちゃってるんですけど、まあ再構築ってそういう意味なのかな、だったんですけど、出ましたね。はい、出ました。TIFF はどうだったんだろうな。TIFF はこれ表示されないから、もしかしたら、このデータに関してはちょっと、復旧できなかったみたいです。まあ、そもそもなんでメモリーカードに TIFF データが入ってるんだろうってちょっと今わかんないんですけど。で、ビデオ MOV、 これも復旧できなかったのかな。1個戻ってみましょう。あ、表示されないですね。ダヴィンチリゾルブで表示されないので、このデータに関しては復旧の対象ではなかったということですね。元データが復旧されなかったのか、そもそもただのサムネイルとかプレビュー画像とかね、復旧するに値しない動画なのかちょっとわかんないんですけど、ひとまず、こういうふうにですね、一通り、復旧できました。まあ、今はかいつまんで、いろいろこう復旧してみましたけど、実際皆さんがそのデータを復元したいって思うときは、まあ、どれ復旧していいか分かんないから、もう全選択して、その中から使えるやつ、使えないやつ、俺の欲しいデータは復元できてるのかみたいな感じでこう見ていくっていうような作業が正しいと思うんですけど、こういうふうにですね、使っていれば、間違ってメモリーカードをフォーマットしてしまったとか、そういうことがあっても、まあ、データを取り戻して、ああ、よかったねと、一安心みたいなことになるのかもしれません。私もね、よくやるんですよね。カメラ4台で例えば同時に撮影してて、そのデータを一気に取り込むってやると、こう取り込んだメモリーカードをこう必ず分かりやすいところに置くようにはしてるんですけど、まだ取り込んでないやつを置いちゃったりとかね、前あったんですよ。で、そういう風になってくると、あれ、あのデータってどこ行ったんだっけみたいな、後になって思い出して、うわー、しまったーっていう感じでこのソフトに、お世話になることが結構あったので、はい、ということでですね、
このイーザスデータリカバリーウィザード、まだ、復元ソフトですね、パソコン入れてないよとか、間違ってメモリーカード紛失しちゃったとか、あとは今回はメモリーカードでやりましたけど、例えばパソコンのゴミ箱の中のファイルを復旧するとか、そういうこともできるので、いろんな使い方が、いろんな使い方で多分皆さんの作品作りをサポートしてくれるんじゃないかなと思います。データ復元ソフト、皆さんのパソコンにもお一ついかがでしょうか。はい、ということで、今日の動画はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。したっけねー。どうもどうも。